おはよう47。今回はサピエンツァに向かってもらうわ。アマルフィ海岸の宝石とも呼ばれる町よ。標的は私たちの元クライアントであるシルビオ・カルーソー。生物工学のスペシャリストで今はエーテルコーポレーションに雇われているわ。幹細胞研究で高い評価を受ける彼は恐ろしいプロジェクトに関わっているの。それは特定の人間を選んで感染させることができる DNA 特異型ウイルスの開発よ。あらゆる方向に撃つことができて標的だけを確実に仕留められる弾丸を想像すれば分かりやすいかしら。しかも誰の目にも見えず探知もできない代物よ。もしもカルーソを止めなければ誰もが何のリスクもなしに他人を殺せる世界になってしまうわ。クライアントは匿名の大手株主でこのプロジェクトを中止させたがっているけど、エーテル自体が潰れることは望んでいないわ。依頼内容はシルビオ・カルーソーの始末とプロトタイプの未完成ウイルスの破壊、それとカルーソーの研究所を指揮するフランチェスカ・デサンティスも始末する必要があるわ。彼女はカルーソーの研究内容をよく理解していて、彼の後を継いでプロジェクトを続行させる可能性があるの。47、これは今までのどの任務とも違う。このウイルスは私たちの仕事だけでなく理念にも大きく影響を及ぼす。失敗は絶対に許されない。準備は一任するわ。サピエンツァにようこそ47。シルビオ・カルーソーの屋敷は広場の向かいよ。地下のどこかには最新の設備を備えた研究室があるわ。外出恐怖症になったカルーソーのためにエーテルコーポレーションが用意したの。ウイルスに近づくほどセキュリティレベルは上がると考えて。幸運を祈るわ。神よ、私の罪をお許しください。お話しなさい。昨日私は間違いを犯しました。そのために一人の男が命を落としたのです。私の知人でとても善良な男でした。職場での本当に小さな間違いだったのですが、それでも悲劇を生むことがあります。彼は教会の遺体安置所に運ばれることになりました。彼に敬意を払い謝罪したいのですが、彼はもう亡くなっています。私がもう何を言ったところで彼の命は戻りません。私のこの行動はただの自己満足でしょうか。研究所で事故が起きて科学者が死んだの。遺体は町の安置所よ。罪の意識を感じた同僚の女性がそこを訪れるようね。潜入に必要なものが全て揃うわ。主は悩める子羊をお救いくださる。自らの望むことをしなさい。その者の苦しみは終わりましたが、あなたの苦しみは終わっていないのです。ありがとう。ありがとうございます、神父様。
調子はどう？通して、私は犠牲者に会わなくちゃいけないの。エーテルの人間が遺体を処理するまで誰も通さないと言われてるんですよ。異常なし。ベルナルド、少し外してくれる？一人になりたいの。はい。本当に死んでしまったのね。こんなに苦しそうな顔して本当に申し訳ないことをしたわ。私エーテルの研究所に入るにはキーカードと制服が必要だけど、手に入りそうね。今日は闇の天使がこっちを見て。あれがシルビオ・カルーソーよ。なんだ、プロジェクターのスイッチ切り忘れてたから。I put 47 spices in the pasta. It still tastes like ashes in my mouth. I hang my head and cry when I think of spaghetti bolognese but you made for me.思ってたんだが、このテープずっと入れっぱなしだったってことか。 Now I roll the streets around your house like a beast in the night. You are all that I'm thinking of. I stand outside your window bleeding.
ここまでとしよう。今すぐ展望台から出てきてくれ。大事な仕事があるんだけど、邪魔されたくない。一度たどり着け。I follow you, I'm watching you. Ritorna a me. Come back to me, or I will find 47 ways. いや、そんな繊細な扱いなんか存じゃいない。ターゲットダウン。次はフランチェスカ・デサンティスよ。近くまで行って調べていきます。あれがフランチェスカ・デサンティスよ。2名ターゲットダウン。あとはウイルスの破壊ね。救助にたどり着いたわね。ウイルスのプロトタイプまであと少しよ。隔離された部屋を探して。幹部は事件のことを知らず、ウイルスの件は社内でもトップシークレット扱い。ラボの者の仕業かと。了解。調査を続けます。ボスはお怒りか。イタリアからつけてた。信じられないって顔してやがるな。お前なのか。イエゴがあんたを売り、 ICA が手を下した。俺は糸を引いただけ。正気か。どの道鉄則だ。強い相手は背後から襲う。手段は選ばない。キーをよこせ。家族はいるのか。プロビデンスは必ず弱点を見つけ出す。腹はくくった。キーを。分かった。どうせ無意味だ。ほう、
コブも同じことを。悪いな、メッセンジャー。どうせお前も殺される。別に構わん。